麻雀豆腐。今日はこれで湯豆腐をしようと思います。湯豆腐が煮えるまではね、もうちょっとありますけど、今は1月25日火曜日の、20時20分、まあ、夜の8時ですね。室温は 2.6 度です。まあ、2.6 度なんですけど、今日はいろりの焚き火と、猫ごたつと、あと湯たんぽがあって、まぁ、ちょっと、まぁ、帽子もかぶってるせいもあるんですけど、かなりあったかいです。前回の避難小屋の失敗で、いろいろご心配をいただいてしまいましたので、今日はちょっとあったかくしようと思って、湯たんぽも追加しました。今ここで抱っこしてる状態で、あったかいです。まだだね。で、今日は青いのじゃなくて、銀のやつ。相変わらずもらいもんなんですけど、ちょっとお使いしたら、これ、持ってきなさいって言われて。で、噂に聞いていた、生ジョッキ缶。生ジョッキ缶。データ低いです。ちょっと湯たんぽが入ってると動くたびにめんどくさいんですけどね。生ジョッキ缶。映んない？難しいな。どうやんだろうな。まあ生ジョッキ缶、初体験でございます。よいしょ。よいしょ。じゃあ何はともあれですね、湯豆腐できる前に。おお。初めての生ジョッキ缶で、やっほー！うん。うん。すごく美味しく感じる。違うもんですね。まあ、やっほー！あ。これはなかなかいいですね。で、今日は、まあ、湯豆腐です。さっきのばあちゃん豆腐っていう、まあ、一応私の手作り豆腐なんですけど、あ、ぼちぼちいけっかな。ちょっともう今日は湯たんぽいらないかな。湯豆腐食べるし。じゃんじゃじゃーん。湯豆腐。この真ん中にあったのは、タレです。醤油と、かつおだしと、長ネギと、一味。を入れております。あ、で、今日はですね、去年避難小屋を作るきっかけになった動画で湯豆腐食べてるんですけど、その時は本当に湯豆腐だけだったんですけどね。あー、煙。今日は
タラも入ってます。湯豆腐とタラだけ、まあ、結局だけなんですけど、よっしゃ、とりあえずカメラ移動するの面倒なんで、あ、でも映んねえか。タラと豆腐を一つずつ装いました。映ってないかな。まあいいか。よいしょ、いただきます。豆腐、まあ、ばあちゃん豆腐はですね、絹じゃなくて木綿豆腐になってます。うん、おいしい。熱燗の準備。最近湯豆腐でこの鍋の中にタレの器を入れて食べる人はあんまり見かけないんですけど、すごくおいしいですよ。まあ要はまあ、ポン酢で食べる人はまたあれかもしれないですけど、このタレが熱くなるんで、中に入ってるんでね、そのせいかネギが美味しくなるのかなんかわかんないけど、とにかくね、普通によそってからかけるのよりも不思議と断然美味しくなるんですよね。これはちょっとおすすめではありますけど、伝わらないですよね、すいません。ちょっとやっぱりこたつから出ると寒いかな。もう食べる前にいろりつけて、いろりとこたつと湯たんぽをやってもう2時間ぐらい経つんですよ。で、十分温まって、湯たんぽで十分温まってたんで、だいぶいいですね。何言ってんだろう。まあ、3点セットが本マンチの暖房においては最強ですかね。あ、今度映る？豆腐とタラ。ああ。豆腐、いつも同じ量で、同じ水で作るんですけど、すごく綺麗に作れるときと、ちょっとボコボコになる、粗くなっちゃうときと、不思議とあるんですよね。なかなかようわからんですけど。これおかわり用のばあちゃん豆腐ですけど、今回のこれは結構きめが細かく、私としては上手にできた方です。上手にできた方の手作り豆腐。ネギ追加。醤油追加。一味追加。
お出汁追加。まあ中に入ってるのはこれですわ。で、熱燗、全然でじゃないけど、熱燗。ちょっとぬるくなっちゃったけど、熱燗で、ヤッホー！ああ。ビールも美味しいけど、やっぱり湯豆腐は熱燗かな。避難小屋はもう一回ちょっと試そうと思うんですけど、ちょっとダメな感じがするんで、やっぱりスタートに戻ってですね、このいろりの部屋をもうちょっとあったかくなるようにですね、天井を一部塞いでとかっていう方向でちょっと工夫してみようかなって。今はちょっと思ってます。まあ、春以降ですけどね、やるとしてもね。まあ、なる分、現金収入が少ないんで、あんまりお金をかけずにですね、あるもので、もうちょっとあったかく、まあ、火棚作ってね、まずは、ちょっと、いろりのところだけ、火棚、いろりの上にちょっとちっちゃい屋根みたいなのありますよね。それを、まあ、火棚っていうらしいんですけど、それをまず作って、あったかい空気が、一応ワンクッション当たるようにして、で、あと、ちょっとわかんないですけど、こっちの、わかんないって画面に映ってないんですけど、こっち？上の方の、取りゃいいか。後で取っときますね。こっちに向かって、空気の流れがあってですね、それが結構寒さを感じさせるんで、いろりがあって、座ってたところがあって、ここ、梁と、壁の間が抜けてるんですね。それをちょっと遮るような柵みたいな、垣根みたいな、こんなの作ったらどうかななんてちょっと今企んでおります。